はいどうも、てるみーです。ということで今回は今出ております鈴木ザイオン選手狙っていきたいというふうに思います。でこの選手どういう選手かと言いますと、浦和レッズのゴールキーパー、アメリカ出身で身長は189センチとかなり高身長なゴールキーパーです。で先日 J1 第9節ベガルタ仙台戦で J1 初出場、J リーグ杯での、ね、出場はあったんですけれども、公式戦での出場は初めてという風になります。でね、その次の J110 節のガンバ大阪戦でも連続のスタメン出場ということで、しかも無失点。いや、ほんとこれ素晴らしいですよね。浦和レッズには日本代表ゴールキーパーの西川俊作選手もいるんですけれども、この西川選手をベンチに押しのけてのスタメン出場ということで、いや本当にこれ素晴らしいなと思いますよね。で個人的には西川選手本当好きなので、その西川選手がベンチっていうのはうんってなっちゃうんですけれども、まあ今後のね浦和レッズのゴールを守っていく選手になると思うので、いや本当にね西川選手超えるくらいの選手になってほしいなというふうに思います。それではねプロフィールある程度紹介したところで、そろそろガチャの方行っていきたいというふうに思います。今度はねゲーム内の評価の方を見ていきたいというふうに思います。まだ18戦なのでね、レベル67まで上がります。ここ大きいですね。でここはこんな感じで、これはねレベル1の時の能力になりますね。まあこんな感じで注目してほしいところが一つあって、スピードがねレベル1の状態で75段ですね。マックススピード86までいきますね。でスキルはないです。キーパーで足上げってあんまないんですけどね。ガチャの方を引いていきましょう。3回しか引けないんで泣いても笑っても3回です。唯一のキーパーなのでキーパーの演出が出てくればザイオン選手確定です。1回目いってみましょう。さあキーパーの演出来い来い来い、なあまあまあまあ一発ですからね、そう簡単にはないでしょう。もうなんか特徴ある選手ですね、名古屋グランパス吉田選手。まあ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 1回で出るってね、そう甘い考えはよくないです。まだあと2回あるんで、そのうちの1回を出せばもう OK です。それでは2回目引いていきましょう。お願いします。いやードキドキする。いやー2回目来てくれ、頼む、来い来い、なあ赤いユニフォームだけどキーパー緑なんだよね裏は。いやアントラーズの町田選手、いやとうとうラストとなってしまいました。まあでもねラストで出すこそ本当の奇跡じゃないかなって、持ってるよっていうところを見せたいというふうに思いますね。レッツね最近調子いいんでね、そこら辺も分かりながらザイオン選手来てくれるでしょう。頼むザイオン、最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければチャンネル登録高評価お願いいたします。それではラスト3回目いってみましょう。お願いします、来い、頼む、来てくれ、頼む頼む頼む、あー